あんたといると毎日が楽しいんだ。素直で可愛くて面白い。全然飽きねえよ。なあ、嬢ちゃん。信じて待っててくれるか？いつか俺がお前を空に連れてく。夢を見るのに遅いも早いも、でかいも小さいもねえ。そう考えた方が楽しいだろう。筋肉は世界、世界は筋肉。いわば君も俺も筋肉の中の一本の筋繊維に過ぎないのさ。むやみに争いたいわけじゃない。だが仲間を、お前を守るために。みんなの笑顔を見るたび、この仕事をやっててよかったって思うんだ。今はあんたの笑顔もな。これはボンロブスターという、結婚式でよく食されるものだ。二人の絆が深まるらしいぞ。夢を見るのに遅いも早いもで、君から感じるこの温かい感覚は一体何なのだろう。さて、うまく連携していこう。俺たちが力を合わせればきっといい結果につながるよ。これも鍛錬だな。俺の大胸筋がうなるぞ。君の筋肉たちも存分に震えよ。なんかあの、お前にとって最高の食とは？さあ語れ。それでお前というものの人となりがわかるだろう。なんか乗り物がご入り用かい？製作に修理、メンテまで、地を走るマシンなら任せとけ。今日は絶好の祭り日和だな。みんなで力を合わせてガンガン盛り上げようぜ。ああ、今日も頼りにしてるぜ。どんな困難でも仲間がいれば乗り越えられるってな。困った。こういう時何を話せばいいのやら。普段は一人で行動することが多いから、こうして誰かと歩くのは不思議な気分だな。リフレッシュした後はいつも以上に鍛錬に身が入るんだ。
祭り囃子として違う国に行くことも増えてきたが、やっぱ購買国にいるとホッとするな。どうだ、どうした、そわそわして。言いたいことがあるなら言っちまえ、何でも聞いてやるからさ。ああ、こらこら、あんま触るとくすぐったいだろう。どうした、そ、自分じゃ買わねえようなもんをもらうってのも悪くねえ。どんな経験も役に立つからな。あんたと一緒にいたら次の祭りを盛り上げるいい案が浮かんだぜ。帰ったら早速形にしねえとな。